はい、どうも、関東です。さて、今回の動画は、1ヶ月半ぶりの動画投稿ということで、YouTube、また、再始動していきたいと思います。ということで、今回は、その動画になります。はい、まあ、ご報告動画みたいな感じの動画になるんですけど、まあ、ちょっと話がね、長くなるんで、どんな感じのね、1ヶ月半どんな感じのことをしていたのかとか、またこれからね、まあね、YouTube どんな感じでやっていくのかっていうのをいろいろお話しできればなと思っております。それでは、やっていきましょう。ということで、まああんまカットせずにね、そのままやっていくんですけど、最後にね、動画投稿したのが、6月、十何日かなんですよね。のガチャ、6月のガチャリドラカードっていう動画を出して終わってるんですけど、これ投稿したのが6月12日ということで、今ね7月27なんで、もうほぼ1ヶ月半ですね。はい、もう大変お待たせしました。でですね、まあ、この間、まあ、何がありあったのかと言いますとですね、まあ、YouTube をこれからまあこう長い目で長期間やっていく上で、自分にとってこう何が必要なのかなっていろいろちょっとまあ考えてたんですね。でまあその上で、あ、じゃあちょっと YouTube これからもう土台をね、しっかりとした土台を築いて安定して動画投稿していけるようにちょっといろいろねやってこうってことで、まああんまりね諸事情であんまり言えないですけど、まあちゃんといろいろと準備して、まあ、やっておりました。でまあそろそろね動画投稿も再始動していいんじゃないかということで再始動させていただきます。はい、まあモンストとかはねしっかりやっておりました。はい、であの動画とかもねもう3本くらい撮ったのかな、撮ってあるんですけど、まだその動画ね、まだ撮ったあの素材があるだけでまだ編集してないんですけど、あのガチャリドラカードじゃなくて、なんだっけ、デイリー積み立てガチャかのモンスト動画とか、あとドライブ動画ですね、多摩川、多摩沿線沿い道路とかのドライブ動画ですね、夜の、あとは、鬼滅の刃のコラボガチャ動画、オーブ900個ぐらい使ったかな、それの、 あの動画とかあるんですけど、あとは、天魔の小僧第9の間の動画とかも撮っております。はい、まあその動画ねあるんで、まあぼちぼちちょっと編集してね、まあ、更新頻度っていうか動画のね投稿頻度ちょっとペースちょっとスローダウンしちゃってね、あ、ちょっと遅くなると思うんですけど、まあ時間かけてやっていこうと思っております。はい、そんな感じですかね今んとこ。はい、でまあこれがね、まあ週、もうできればもう毎日やりたいとか言いたいんですけど、それはねさすがにあれなんで、まあ、今イラストとかもね描いてるんですよね。でイラストとかも描く時間があったりして、あんまりなんだろうな、動画投稿とかに集中できないかもなって思うんですけど、まあとりあえず週1で最低でも週に1本はね絶対動画投稿しようということで、復活しないととりあえずいけないと思って、でまあもう1ヶ月もねもう僕何も音沙汰なしでね、ツイッターとかもあるんですけど、普通になんかねこれいつ復活できるか分かんないなっていうのを、目処が全く立たなかったんで、もう動画投稿よしできるぞって時まで黙っておこうと思って、はい、いろいろ黙っておりました。はい、まあね多分もうね、あの次は多分こういうこと多分もう二度とないと思います。もう黙ってるみたいなことはないと思います。はい、まあ、今回だけですね。はい、なんで、まあ、次休む時とかはもうしっかり休みますっていう、まあ目処がね立っていたらもうすぐに休みますっていう感じで言いますね。はい、ということで、まあ、ご報告動画でございました。まあ、モンストはねちゃんともう毎日やっておりました、欠かさず。はい、そんな感じですかね。あと、なんだっけ、セイラムとかもね、運極にしました。超級玉、サイのね。はい。
ますね。まあ、そんな感じで、まあ、とりあえず自分のペースで更新頻度は低いんですけど、まあ、最低でも週1のペースでどんどんやっていければいいなと、これから思っておりますので、どうも、まあどうかどうぞ、まあ、はい、末永くお付き合いいただければなと思います。まあ、ただし楽しいね動画というか、まあ、自分自身がね、こう、まあ、なるべく皆さんが楽しんでいただけるような動画を作っていきたいと思っておりますので、イラスト動画とかもね、今イラストを描いてるんで、そのイラストメイキング動画とかもアップしたいと思いますので、やっていきますのでよろしくお願いします。はい、ドライブ動画もね、まあ、そのうち今はね、なんだっけ、多摩沿線道路のねストックがあるんで多摩川道路のあたりですね、それは出そうと思うんですけど、まあそのうちまたドライブ動画もね、いろんなとこにドライブ撮りに行きたいなと思っておりますので、モンスト動画もねもちろんやっていきますので、よろしくお願いします。はい、それでは、まあ、こんな感じでいいとかはい、もうほんとね、もうご心配おかけしました。はい、でまあ登録者の方がね、多分減ってるだろうなと思って、チャンネル登録者のところ見たんですけど、なんか減ってなくて、なんかむしろなんか150人とかになってて、本当ありがとうございます。はい、もうちゃんと動画出していきますので、はい、本当にありがとうございます。はい、もうここら辺で終わろうと思います。では今後の動画投稿活動、長い目でねずっとやっていけるようにいろいろとやっておりました。はい、ということでご報告動画でございました。それでは最後まで動画ご視聴いただきありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。やっていきましょうやっていきます。